キチャンネルジョン、こんにちは。さあ今日はですね、はい、第3回予算10億円チームの中間発表。この企画大好きなんですね。はい、シーズン前にやって、はい、1回2回を袴田さん勝ってね、はい、3回目ということで、うん、ちょっと今の状況をね、はい、確認して、はい、まあ、まだね考案性あるんで、うん、ここからどうなっていくか分かんないですけども、今のちょっと状況を見て、はい、目利きはどうなんかっていうね。そうですね、うん、でどうします、どのぐらいアップするだろうって予想まで立てます、まあ、今の状況でね、今だったらっていう。じゃあ、まあ、ピッチャーは里崎か奥川、怪我していませんダウンだな、はい、確実に。でも3600万じゃないですか。だから3000万ちゃう。あ、そのぐらいですじゃないですか。うん、うん、まあ、3000万、はい、3000万で600万でしょ。 15% ダウン、はい、うん、3000万ぐらいかな。そのぐらいですかね。はい、佐々木朗希、佐々木朗希投手、これいくらいくかな。まあちょっと今豆がね、はい、敗れて、でまだ後半戦まだね、あのオールスター前から投げてないから、ね、うん、まあ多分8月に入って投げてくるから、はい、まあ一気に奥はいかないですか。一気に奥はいかないと思う、さすがに。今3000なので、でもね、7はいくな。7いきますか。7はいくと思う。じゃあ7000万で、うん、今のところ7000万で、うん、7はいくと思う、はい、あの最低でも、うんうんうん、で続いて、はい、リリーフ柏木蓮、ノーヒットす、ムクノキです。あ、ムクノキ俺またそれも怒られてたな、あれで総チェックで柏木って言っちゃったムクノキですよみたいな、ノーヒットのような仕掛けてるのにみたいな、はい、だ後半戦どこまで頑張れるかだね。前半ほぼ覚えなかったからね。だってすごかったじゃないですか、あの初登板。うん、そうそう、そこからもいいからね。だからまあ、うん、頑張ったら3-2-5から3だね。でもどこだって後半戦しかいないからね。まあそうですね、うん、だから2-5から3だから2-5ぐらいじゃない。うん、まあ、どこまで勝つかによる。そうですね、うん、この後半戦でもしかしたら連勝とかね。そうそうそう、したらもっと3とかね、3-5とかいくかもかない。まあ2-5ぐらいにしよっかな。じゃあ予想は2-5で、うん、はい、平いいね、はい、これ今1億円なので、うん、1-5いきますか。1-5、あ、もうそんな上がんないですか。うん、でもやっぱりいい、ずっとこういいよ、いいよ、フル回転で、いきなりポンポンポンゴーって。うーん、1-3、うん、3-4、1-3-4だね。まあ、5いったらすごい、控えめに1-3ぐらいにしようか。1-3にします、うん、ちょっと控え、ちょ、どれも控えめ、まだ半分あるからね。そうですね、控えめに考えよう。はい、で、次抑え杉浦、はい、これもダウンやなたまに投げるけどね。どうなん、どうなん、ちょっと見てみよう、はい、成績今現状3勝6敗15試合4点、これはダウンやな。6000万やな。6000万、うん、じゃあ1000万円ダウン。5から6、もうこっからもっと頑張んないと思って下がるね。はい、まあ、現状に持っていきたいですけどね。で栗林、はい、まあまあいいんじゃない、いいよ、はい、まあまあ、ね、去年に引き続きやってるので、うんうん、今5300万、うん、で 今現状が栗林 20セーブいってた。20セーブいってる、いって、おお、8いくね。8000いきますか。8は硬いんちゃう。じゃあ5300万から、じゃあ8000万予想で、うんうん、はい、でキャッチャー坂倉、はい、おお、いいんじゃないですか、うん、ほぼキャッチャー守ってないけどね、はい、これも上がるね。うん、上がりますね、うん、これも8とかいくんじゃない。いきそうですね、うん、8ぐらい、うん、じゃあ木下も守ってるからね、はい、そうなんですよ、うん、木下選手4800万なので、うん、まあ7-5ぐらいですか。いや7-5まで中日だからね。あ、そう、球団にもよると、うん、7-6-5、うん、そのぐらいか、うん、じゃあ6-5で、うん、6500万で、ファースト岡本、はい、3億円。いや、維持か、維持ぐらいな、どうなん、まあ、でも今ホームラン王も難しいからね。今2割4分6厘ホームラン21本、維持か、上がっても微増、微増1000とか、もちろん活躍はしてるけど3億だからね。そうなんですね、うん、維持かな、維持か微増、はい、だからまあ1000万アップぐらいかしても、ね、3億円だからね。そうですね、うん、じゃあ3億1000万、うんうん、プラス1000万にしましょうか、うん、してもね。そして村上、ほい、4いくんちゃう。4、一気に4いきます、うん、今 2.2億円、4あるよ、俺は4あると思う。ありますか、うん、今の勢いだと。ちょっとひかみ3億5000万とかにしとく。いやいや、4あるよ。あります、うん、一気に抜いちゃうよっていう、だってほぼ倍ですよ、うん、いや、あるよ、4、2年連続優勝よ。これでしかも三冠王を取ったら、まあすごいですよ。三冠王はちょっとね、佐野がいるからね、打率的にちょっと打率がね、3割1分5厘だから、まあ、2分あるからね、まあ、
可能性はあるけども、はい、まあ、それでも、まあ、うん、だってもう35本打ってますもんね。打点95だからね、もうホームランと打点をほぼほぼ確定だからね、うん、あと打率だね。ホームランも何本いくかな、うん、まあ、じゃあ4はいくね。じゃあもう4、うん、もう負けたね俺いや、まだまだ後ろが分かんないですよもう負けたね俺もうこの時点でまだ分かんない。セカンド殿崎、はい、もうダウンやろこれ一応切るな。ダウン、やっぱダウンします。うん、いやするでしょ、だって2割ちょいしか打ってないからね。まあ、このまだ先分かんないですけどね。いやもうこれもっと頑張んないと、頑張んないとダウンでしょ。2割2分1厘だもん、ホームラン6本、頑張んないとダウン、うん、頑張んないな。維持の可能性もあるし。ないない。じゃあまあ1億円とか95とかになっちゃうかも、ね、うん、なるほど。95こっから頑張んないと。じゃあ予想95で、うん、はい、マーキー、マーキー、ほら私なんかいいの、じゃんけん負けてるからね俺。いやでも私一回どっかで負けたんだよな。近本でしょ、あれ佐野選手、近本選手でしたっけ、うん、どっかで負けたんですよ、ね、1回だけね。はい、で私あと 2,3 回勝ちましたもんね、ほぼほぼね。はい、でも牧はね1は硬いからね。 1,2、ね、か 1,2 いきますか、うんうん、プラス5,000、うん、私誰じゃんけん勝ったんだろう、村上選手と牧選手かな。うん、そうだそうだ、絶対そうですね、その辺ですね、うんうん、でサード、はい、林、はい、いないからね、もう、うん、100万から200万ぐらいダウンすんちゃう。100万から200万、まあ、じゃあ1300万とかにしましょうか、うんうんうん、はい、栗原いないんですよ。まあでもこ、ね、交渉的だからね、うん、でもまあ1000万は下がるやろ。そうですね、うん、だから7000万ぐらい、はい、ショート中野、これはこれは結構上がるんじゃないですか、うん、37だからね、6だから、うん、67、阪神だからね、はい、7 65にぐらいにしよっか、65、うん、行くんちゃう。はい、行きそうですね。紅林、紅林、まあまあ頑張ってるからね、はい、だから4ぐらい行きます。4、まあ、もうちょっと頑張んないといけないけど、35は硬いね。35は硬い。じゃあそこからどこまで、ここから頑張って上積みできるからね、はい、じゃあプラス700万円ぐらいで、うん、はい、次西川、怪我でいないし、はい、でも少ないからね年俸が、うん、そうですね、そもそもね、うん、でも怪我でいない、はい、でも序盤あれでしたよね。そうなの、うん、だからここからどこまで挽回できるかで、ちょ維持にしとこう、ね、この挽回次第で上がりもするし下がりもする。はい、はい、分かんない。佐野選手、おい、1号は硬いな。硬いですね、うん、1号は硬い、はい、でそこからどこまで伸ばせるかって、ね、いやプラス4000万で、じゃあ1億5000万でいきましょう、うん、はい、近本、はい、近本は上がるんじゃないですか、うん、18から2、今最短打ですよね、うん、2あるかな、2にしとこうか、 ありそうです、阪神だしね、はい、じゃあ2にしましょうか、うん、はい、辰巳、でも頑張ってんじゃん、ね、最近上がるね、はい、確実に 5?4-5 やろ、上がって 4-5 か、5、うん、だってずっと出てるわけじゃないからね。確かにそうなんですよね、うん、出てない時もあるので、うん、じゃあ 4-5 ぐらいじゃない、 4-5、うん、希望的観測で 4-5 で 4-5、うん、はい、杉本、はい、まあ、やっと打ち出したけどね、で後半どこまでこうなるかですね、うん、まあ、今だとまあまあまあいい、7-5から8だね。じゃあ8、うん、ここから本当打てなかったら下がる可能性あるからね。はい、サトテル、これ上がるね、上がりますね、うん、それこそ7000万ぐらいいくんちゃう。4200万から、うん、まあ、今年の活躍だったら、うん、7000万は楽勝で、楽勝でいくと思う。じゃあ7000は、7000から8000、はい、塩見、塩見上がるね、上がるよ。これもだから7000から1億はいかないでしょ、まあ8000ぐらいか、8000ぐらい、うん、まあもうワンステップいるね、1億いくには。はい、山川、これ復活ね、もう私毎年ちょっとダウンしてたんで、うん、山川選手選んで18か2行くか、2戻るかな、もともと2ぐらいだったんですね。2戻る可能性もあるね、2から下がって下がって今1億3000万なんで、18から2だね。だから18にしといて、ね、ここから打率を落とさなすぎたら、はい、落とさなかったら2あるで、はい、じゃ18で、うん、もう負けたなもうやる価値あんのか、村上で、あ、村上で行って1億8000万上がってるからね。まあまあ予想は、俺だってもう俺 大幅に上がりそうなの、はい、中野と近本以外と塩見、3人だからね、3人ですね。私結構全員大幅に上がってるんですよね。村上、こんなんもやる必要ないやん、もう完全負けたやん数字出すまでもないで、ちょっと数字出してってください。はい、はい、完全負けたやろこれ。もうこっから挽回チャンスある、もう後半戦私が選んだ人たちがもう
いやそれでも序盤の頑張りで上がると思うんだよな。もうだってもうそもそも今一軍にいないのもいるしね。岡本俺4期待したからね、頑張って。ああそうですね、うん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 、いや大きい買い物でしたしね、岡本選手は3連敗ちょっと見えてきましたね。まあまああとまあちょっと2個あるから。あそうだ、うん、ほらもう俺もなってるよ、俺の心の心のサイレンが鳴ってるよ、試合終了みたいな。いやでもまだこの、まあ、一番最初のね10億円は、うんまあ、私の交渉さんが高いですけど、うん、じゃあまあちょっと次見てみましょう。次見てみましょうか。はい、はい